ハイガイは、船外科に属する二枚以外の一種。ヘモグロビンを含む体液を有することから、英語では、ブラッドコックル、ブラッドクラム等と呼ばれる。インド太平洋沿岸の広範囲に見られ、南アフリカ東岸から東南アジア、オーストラリア、ポリネシア、北は日本北部まで分布する。主に水深1から2メートルの長官帯で、砂泥にうずもれた状態で生活する。 生害は、拡張5から6センチメートル、殻幅4から5センチメートルになる。本種は、福建省水頭鎮の沿岸、安海湾の干潟で養殖されている、主な種である。食用として、経済価値が高く、養殖もされている。石膏省沿岸だけで14万5千世の干潟が、本種の養殖に利用されている。隣接する福建省の川口域においても、 同様の養殖が行われている。蒸す、茹でる、焼くなどの調理法にて食される。伝統的には生殖されることもある。安全に食用とできる他の多くの貝類と異なり、本種は低酸素環境に生息するため見学物と、共に A 型肝炎、E 型肝炎、蝶地不酢、赤リ等の細菌やウイルスを取り込んでいる。本種は中国料理に用いられる。 微味な食材の一つと考えられているが、上海における葉や茹でのような調理法では、多くの細菌やウイルスが残留する。ありがとうございます。